楽しそうにはしゃいじゃって酸っぱいね。俺人が多いからちゃんと手をつなぐこと、はぐれたら許さないから。シリアスな展開が続いてるのになぜか星を見に行く展開になるっぽいです。こんにちは、今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのは服部陽本編ストーリーです。15年前の薬局立てこもり事件で佐々木ひとみが昏睡状態になったのは自分のせいだと語る服部さん。彼女と共にビルから落ちた犯人は即死。彼女の婚約者である真野匠の恨みの矛先は事件を防げなかった警察、服部さんに向くしかなくなっているんでは。その影響でノブやヒロインなど服部さんの周りも巻き込まれる展開になっているんでは。そんな状況です。場面は真野の現職場で、ヒロインの元職場でもある薬局前にて元同僚で友人の綾子と再会するところから。ご覧ください、どうぞ。あれ、ユイ、ユイだよね、綾子。私たちがいることに気づいたのか、薬局の中から綾子が顔を出した。久しぶり、元気だった？元気だよ、綾子も元気そうだね。受付は終わったけど、中で事務処理などをしていたらしい。かつての同僚である友人との再会は、ほっとした気分をもたらしてくれた。この前会えると思ってたから、残念だったよ。まあ、飲み会で会えるはずだったんだけど、マノに仕組まれて会えなかったんだよね。本当にね、私もユイと飲むの楽しみにしていたんだ。しかもマノさん。綾子は服部さんの存在が気になるのか言葉を飲み込んだ。個人のことだしあまり言っちゃいけないかな。先日はうちの若い者がこちらにお邪魔したようで。若い者？図体のでかい刑事が2人、こちらを訪れませんでしたか？服部さんも十分図体のでかい刑事なのでは。181センチあるからね。あ、来ました、私が対応したんです。まあイケメンだから記憶に残っているでしょう。え、じゃああなたも刑事さん？端くれですがね。謙虚に言うね。いやいや、捜査一課の課長さんだよ、綾子。言わないんだね。組織は違うけど、私の上司みたいなものなんだ。そうなんだ。まあ今スタンドからは外れちゃってる状態だからね。うん、あくまで上司と部下の関係ではなくなってると。ゆい、本当にマトリになったんだね。綾子はしみじみとつぶやき、私と服部さんを見比べていた。この前来た二人もマノについていろいろ聞いたんじゃない？そうです。仕事は休みか？とか、何か変わったところはないか？とか。ユイからも LINE もらったよね。綾子、体調不良で仕事を休んでるって返事くれたよね。その後は？それがあれからずっとなの。職場でも問題になってて、何かの事件に巻き込まれたんじゃないかって。むしろ主犯格って感じですけど。だが本人から体調不良で休みたいとのメール連絡がある。上司が診断書を提出するよう返事するも、それについてはなしのつぶて。まあ音沙汰がないことだね、なしのつぶて。本人と電話口で話せていないので、やはり警察に届けるべきではという状況らしい。上の話し合いだし、私も噂として聞くだけなんだけどね。そっか。ユイはあの日一緒に飲んだんだよね。おかしなところはなかったの？それがあったんだけどね。まあうん、あったようななかったような、まあ捜査情報は言えないか。もともとは3人で飲む予定だったようだけど。服部さんは詳細を把握しているはずだけれど、あえて尋ねていた。あなたは休養か何かで？それが違うんです。最初からあの日は無理と伝えていて、真野さんも了解していたはずなのに勘違いして予約してしまったって。珍しいね、仕事のできる人なのに。うん、狙ってやったんでしょうね。私も変だなと思って。でも翌日から本人が出勤してこないから、それっきり。あの飲み会と欠勤って何か関係あるの？鋭い。それは
関係あるかもしれない、ないかもしれないってこと。ごまかすのが上手。はあ。煙に巻いた。こちらはいろいろ聞き出しておいて、綾子にすべて話すことができないのは心苦しいが、捜査上致し方ない。まあ綾子がね、事件の主犯格側ではないとは思うんだけど、まあもしかしたらその可能性もあるわけだからね、迂闊に捜査情報は流せない。また落ち着いたら飲みに行くことを約束し、薬局を後にしたのだった。その後、真野さんの住むマンションを訪ね、インターホンを押すも応答なく。今日は正式捜査でもないので、管理会社への紹介はできなかった。手詰まりだね。これ以上はどうしようもないですね。私、被害届を提出してもいいですか？まあ、真野さんに拉致された件があるからね。決めたの？はい。いずれ出すことになるだろうとは思っていたけれど、今日の話を聞いて気持ちが固まった。まあ、お世話になった元上司真野さんを疑うのはっていう躊躇もあったんだけどね。捜査を進めたいという意図はもちろんのこと。佐々木ひとみさんの状況も気になるし、真野さんにこれ以上罪を重ねさせてはいけない。まあ、真野さんのためにもってことだよね。そして建物を見上げる服部さん、その横顔を見つめながら心の中で思う。こんな考えは傲慢かもしれないけど、服部さんの背負っているものを少しでも軽減できれば、そうなるといいんだけどね。翌週の月曜日、私は関さんに許可を取り、午後に警察を訪れた。これで正式に被害届が受理されました。今後は事件性を有するものとして捜査を進めます。よろしくお願いします。私にできることがあればおっしゃってください。ご協力感謝します。俺たち、マノ自宅マンションの管理会社へ行ってきます。確認次第、連絡入れます。よろしく。私も改めて、マノさんに LINE。だが、既読はつかず。電話もしてみるが、応答なしだった。まあ、予想通りかね。佐々木さんが無事なのか心配です。まあそこは大丈夫なんじゃないかな。そのためのこの事件だもんね。植物状態ゆえ、どこかの病院にいる可能性が高い。紹介をかければ分かりそうなものだが、そういったネットワークから故意に外れた病院というのも存在するのだ。闇医者的なやつか。被害届が受理されたということで、確認してもらいたい映像があるんだけど、バトリちゃんにとって少しショッキングな内容になるかもしれない。どういった映像でしょうか？あの日の夜、マトリちゃんの自宅マンションの防犯カメラ。泥酔したとおぼしき状況で、マノらしき男に抱き支えられている。そこに映っているのが自分であること。そして男がマノであることを確認してもらいたい。泥酔して歩いているだけですか？そう。でも気分のいいものではないだろうから。まあ、自分が血だらけになってる映像ですからね。しかも自分の血じゃなくてノブ君の血ね。被害者としての証言を得る目的だけど、もちろん拒否も可能。確認します。本当に？はい。じゃあつかさ、準備してあります。朝霧さんが私の前にパソコンを持ってくる。途中で止めることも可能です。気分が悪くなったりしたら言ってください。優しい。わかりました。繰り返し忠告されたことで心の準備ができる。まあ、この辺のアプローチもプロですよね。服部さんが合図すると、朝霧さんが再生ボタンをクリックした。これはマンション玄関口の防犯カメラ。マトリちゃんたちが店を出ておよそ2時間後かな。この辺りのデータが消える前に、服部さんはね、マンション管理室に突入してくれました。ぐったりした私を真野さんが抱き支えている。オートロックは真野さんが開けているので、私も意識朦朧ながら番号を答えていることになる。これを見れば共犯と間違われても仕方ない。でもこうやって
カメラで撮られていることも分かっているからこそマノは失踪してるわけだよね。まあ元々が警察へのずさんさっていうのが恨みの矛先になってるわけだから、この警察の捜査力っていうのを試してるのかもしれないよね。泥酔して恋人に送り届けられているようにしか見えない。だから周りも不審がらなかったと。服も当日着ていたもので間違いありませんね。はい。あ、なーに？服についた大きな赤いシミ。あの翌朝目を覚ました時に気づいてそっとした血痕だ。あ、でもこれがついた状態で運んでいたんだ。でもそれがノブ君の血で、マノさんがノブ君に危害を加えた後に私を自宅まで運んできたのかと思うと。止める？いえ。拳を握りしめ必死に体の震えを抑える。画面の中を指差しかすれる声で言葉を吐き出した。ここに映ってるのは私です。横にいるのは当日一緒に飲んでいた真野匠さんです。うん、お疲れさん。まあお世話になった上司だからね、疑いたくはなかったって気持ちもあったからね。事情聴取を終えて外に出ると夕方になっていた。関さんの気遣いで本日は直帰するようにとの指示があったため、服部さんが送ってくれることになった。気分悪い？いえ、大丈夫です。どうにかうなずいたものの決して大丈夫ではなかった。まあこの辺は伝わるでしょうね。マトリとして危険な場面を目にしたこともあるし、映像を見る前に何度も確認され覚悟もした。だけどやはり大いにショックを受けていた。覚悟が足りてなかったのかな。事件の当事者になる覚悟、いやマトリになる覚悟自体も。午後の昼寝タイミング逃しちゃったね。服部さんはシートに深くもたれ、ふわーんと大きくあくびする。どこかで夕寝でもするかな。夕寝マイペース。まあでもこれはヒロインへの気遣いでもあるのかな。マトリちゃんもちょっと寝れば脳みそリセットしたいでしょう。目と脳を取り出して洗いたい気分です。すごいこと言うね。洗ってあげようか。笑顔が怖い。本気だけど追い打ちですよね。え、本気？例えじゃないんだ。なんか綺麗なものでも見てリセットする。星とか。なぜ身構えるの？目から星が出るような何かをされんのかと。まあ普通の人だったらね、くどいてんのかなって思いそうなところだけど、そう思わせる魔力。面白い冗談。決して冗談を言ったつもりではないが、服部さんは何を思いついたのかエンジンをかけた。いいよ、星見せてあげる。ちょうど言うねしたかったしね。行き先を告げられぬまま車は走り出した。どこに行くんでしょう。夕方だもんね。なるほど、プラネタリウムね。はい、星どうぞ。服部さんが連れてきてくれたのはとあるプラネタリウムだった。最新技術を駆使した大型施設ではなく、レトロな雰囲気を漂えた昔ながらのプラネタリウムだ。まあこういうとこの方が落ち着くかもね。平日のこの時間はほぼ貸し切り状態。確かに今もお客さんいませんね。潰れない、大丈夫。昼過ぎは地元の小学生が遊びに来る。居眠りしてても誰にも何にも言われない。よく来てるんだね。都内各所にある大事な昼寝スポットの一つ。各所にあるんですか？司たちには内緒ね。呼び戻されちゃうからね。そんな大切な場所になぜ私を連れてきてくれたのか。大切な存在に近づいてますかね。ショッキングな映像を見たことへの慰めか、
被害届を出したことへのいたわりか。どうなんでしょう。まあ、この要素もあるんでしょうけどね。真意はわからないものの、どこか嬉しいのは事実だった。私も何かあったら来てもいいですか？いいですよ。人には避難場所があった方がいい。避難場所、確かに。正気で生きるには人生は長すぎる。いや、長さは人それぞれか。まあ、いろんな人との別れがあるからね、陽さんは。でも息抜きが必要なのはわかります。避難できる場所か、あるいは人がいれば。ふと真野さんのことが頭に浮かんだ。真野さんはこの15年何を拠り所にしていたのだろう。マトリを辞めた後はいくつかの薬局に勤めたと聞いたことがある。仕事の帰り、あの病院によって眠り続ける佐々木ひとみさんに何を語っていたのだろう。自責、後悔、恨み、憎しみ。勝手な想像は危険かもしれないけれど、おそらくもう一人自責の念に駆られている人が。まあ、服部さんも真野さんも自責の念に駆られているよね。服部さんにはいますか、そういう人。そういう人とは、いないからこそこういう避難場所に来てるんでしょうけどね。避難できる相手、家族とか友人とか恋人とか、これは伝えない。マトリちゃんは？私？家族とか友人とか恋人とか、ここは言ってくるんだね。はっきり聞きましたね。遠慮する場面でもないでしょう。いないの？避難場所となる相手。今の私は、ここで選択肢。家族、仕事仲間、自分自身。自分自身ってかっこいいね。でもだとすると、服部さん、いらないのではってなっちゃうから、まあ違うんでしょうけどね。一応ね、この実況では、ハッピーエンドに向かう正解の選択肢、手元にノートパソコンあるので、攻略サイトの力も頼りつつ、正解の選択肢選んでいこうかとは思うんですが、その前に推理かな。まあ一番下は違うとして、まあ家族か仕事仲間になってくるけど、まあ服部さんを含む選択肢っていうのが仕事仲間しかないから真ん中なのかなとは思うんですけれども、どうでしょうか？答え見ていきます。あ、そうだね。真ん中仕事仲間。だけどこの自分自身っていう自立してる感じも気になるからちょっと見てみようか。家族、友人、仕事仲間なんでしょうが、最終的には自分自身かもしれません。かっけえ。他人を 100% は信用してない？そういうわけじゃないですけど、依存するのは怖い気がして。まあ、こういう気持ちは大事だと思うけどね。強く生きるためには。依存と信頼は違う気がするけどね。ああ、否定的。さあ、戻ってきました。まあ、服部さん、孤立を極めているようで、周りを大事にするタイプだからね。否定的なご意見でしたね、自分自身という回答に対しては。じゃあ真ん中、正解の選択肢見ていきましょう。仕事仲間でしょうか。見てて飽きない面々であることは確かだね。マトリちゃん含め、実に個性的。服部班の皆さんも負けてない気がしますが。ああ、三人ね。服部さんも含んでるんですけどね。三人だけではないような。プラネタリウム上映までまだ少し時間がある。明かりのついた館内で私たちは話し続けた。まあ、他にお客さんもいないんだもんね。今日の服部さん、珍しいですね。そう？はい、私に対してそんな質問してくることなかったなって。普段はあまり視界に入ってないというか、一個の人格として認められてない気がして、警察から一個の人格認められてないのは結構問題だね。まさか、そんなことないでしょう。でも、私ばっかり喋らされてずるい気がします。服部さんも、語ることがなんもない。そうなんですか？そ、何も。たまには質問返ししていいですか？まあ、いつもしてくるからね。
何なりと？本当に質問返しです。服部さんにとって避難場所になるような人は？いない。即答だった。まあ、孤立も極めてるよね。服部班のメンバーとか、のぶくんとか、ゆえさんとか。まあ、このゆえさんの話はね、挟むのは、ちょっと恋敵の可能性もあるからかもしれないね。その答え次第で、どう返そうか考えていたのに。まあ、服部さんとしては、悪いことに巻き込みたくないからこそ、孤立を極めてるって側面があるような気もするよね。でも、少なくとも、あの3人のことは信頼してますよね。つかさたちのこと？もちろんしてる。ああ、この辺さっきの不正解の選択肢、生きてるかもしんないね。依存と信頼は別物っていう価値観だからこそかも。けど、避難場所ではないし、避難場所にはしない。彼らのためにってことだよね。マトリちゃんが、どんな答えを期待してるかわからないけど。ふっとこちらを向いた服部さんの瞳は、アクアグレーでガラス玉のようで深い海の底を思わせた。まあ、この辺が関さんとはちょっと対照的なところですよね。澄んだ海だけど深いってことに気づいていくっていうね、ものとは真逆のようで近いようでっていう存在だよね。俺には人を愛す資格がないんだよ。資格の話。愛す資格がない人なんていないと思いますけど。いる。強い気持ちを感じられますね。じゃあ愛される資格はあるんですか？さあ。でも、まあ、他人まではコントロールしないってことなんですかね。さらに口を開こうとしたその時、場内の明かりが落ちた。本日は当プラネタリウムへようこそ。皆様を宇宙の彼方へとお連れします。上映が始まり、私も服部さんも愚痴をつぐんだ。聞けなかったね、この詳細は。一つ一つと思っていく星を見上げながら、頭の中は今聞いた言葉でいっぱいだ。服部さんは人を愛す資格がない。愛される資格についてはわからない。でも、あの時のぶくんは、回想シーンかな。とにかく俺は踏みとどまることができた。それ以来ずっと、服部さんには感謝してる。でも、そこで踏みとどまれるかどうかは、自分の意思はもちろん、環境とかにもよるわけで。俺には服部さんという、信頼できる人がいるから、これからも踏みとどまる努力ができる。信頼できる人、依存する存在ではないってことだよね。君にはそういう人いる？聞かれましたよね。服部さんは間違いなく誰かを救ってきた。私だって辛い取り調べの中で服部さんの存在に救われた。他人は救っても自分は救われようとしない。あえてそこに立ち止まっている。まあ、この辺はね、救えなかった過去の方を引きずってるからだろうね。救ってきた達成感よりも。映像は銀河の彼方へと飛んでいき、ブラックホールに吸い込まれる。なんか今の思考とリンクするような感じだね。服部さんを救う人は？服部さんにとっての心の避難場所は？頭の奥にある言葉が浮かぶ。何度打ち消しても確実に輪郭を持ってはっきりと浮き上がってくる。私は服部さんにとってどんな存在なのでしょうか？そしてどんな存在になっていくのでしょうか。今日は最後まで眠らずに見られた。言うね、できなかったね。プラネタリウム上映後、外に出ると夜になっていた。服部さんは鑑賞前の会話など忘れたように、と伸びをしている。ラーメンでも食べて帰る？身も心も温まって帰りましょうか。ラーメン以外でもいいけど。いえ、そういうことではなく。ダンマ、電話だ。私の言葉を手で制し、服部さんが電話に出る。はい、外。服部さんの目が軽く見開かれる。緊急の電話かな。
わかった。すぐに向かう。何か状況が進展したようです。電話を切った後の服部さんは仕事の顔に戻っていて、何かただならぬことが起きたのだと伺い知れた。私、ここから電車で帰ります。邪魔しないようにね。いいや、マトリちゃんも一緒に。ヒロインも関わる話か。事件の知らせじゃないんですか？違う。事件じゃないけど、ヒロインに関係ある話、そして緊急の話だよね。服部さんは私の顔を見つめ、噛み締めるようにつぶやいた。ノブの意識が戻った。なるほど、そういう話か。まあ、ちょうど回想シーンでも出てきたところだからね。先ほど目を覚まされました。こちらの問いかけにも反応して。まだ意識朦朧としていますので、あまり刺激を与えないようにお願いします。わかりました。私たちが駆けつけた時には朝霧さんたちはまだ到着していなかった。まあ、彼らにも伝えたんだね。ベッドに横たわるノブくんに服部さんが静かに呼びかける。ノブ、ノブ。とろーんと弱々しい目つきながらノブくんの視線が服部さんを捉える。まあ情報屋の仕事をしてるとこういう目にも合っちゃうんでしょうけどね。無理に返事しなくていい。すまなかった。あんまり口にしないんだけどね。というかそうしなくても済むように立ち回るのが服部さんだからこそなんだけど、重みがありますよね。まあノブくんは当然そんななんとも思ってないんでしょうけれども、ノブくんがかすかに首を動かした瞬間、正体のわからない何かに胸を突き上げられ、私は病室の外に出た。まあでも無事で何よりだったよね。ノブくんが無事だった。生きていてくれた。動悸が激しくうまく呼吸ができない。何かに背中を押されるように歩いて歩いて建物の裏口へ。外気に触れてようやく足を止め、大きく息を吐き出した。はぁ、あ、よかった。本当によかった。熱いものが込み上げる。後から後から溢れてくる。何かが頬を濡らして初めて自分が泣いていることを知る。マトリは危険な職業だよ。そんなことは分かってる。見たくないようなものを目にすることもある。それも分かっていたけど、まあ、服部さんにかけられた言葉たちだよね。いや、分かっていたつもりだった。まあ、こういうのは結局経験しないとね。もしもノブ君に何かあったら、無事だと分かった今だからこそ体の震えが止まらない。遠くで響いていた足音がすぐ後ろで止まった気がした。はっと振り返ると、あ、涙を拭おうとするが時すでに遅く、慌てて背中を向けた。マトリちゃん、泣いてません。無理があるのは分かってる。見てない、イケメン。見られる前に拭けば。背後で車のドアを開ける音がした。次の瞬間、バサッと頭に何かをかぶせられる。上着？さらにイケメン。張り込みの着替え用に置いていたのだろうか。いつも吸っているタバコの香りがほのかに染みついている。ハンカチ代わりなのかな。こういう状況、映像で見たことあります。映像で？犯人が逮捕されて連行されるとき、マスコミのカメラから顔を隠すため頭から上着をかぶる姿。今の私がまさにそれだ。まあ、それ用の上着ではないと思うけどね。親には見せられません。まあ、でも容疑がかかって逮捕されちゃったっていう事態もあったからね。こっちは見慣れてるから大丈夫。大丈夫の意味がわからないです。なんかここでの冗談も加減がうまいよね。
ま、予行演習だと思って。笑えません。本番があるんですかって感じだもんね。そう、ま、その時はまた救ってくれますか。気のせいだろうか。頭にかぶった服の上から温かい何かが触れた。マトリちゃんの骨を拾ってあげる。服部さんが？そう、俺が。笑えない？笑えませんよ。本当は笑っていた。いや、泣いているのか笑っているのか自分でもわからなくって。まあ、でも特別な存在ではあるのかなって思わされるよね。今の言葉は。表情を見られるのが恥ずかしく、上着を巻きつけるようにして顔を埋めると、嗅ぎ慣れたタバコの香りに包まれた。私の避難場所はこの上着の中かもしれない。笑ってる？泣いてるんです。本当？さあどっちでしょうか。お、珍しくこっちがクイズ。厄介な犯人だこと。涙声で笑う私を服部さんがどう捉えているのかは不明だけれど、上着に顔をうずめ肩を震わせる私のそばでただじっと佇んでいた。まあさすが年長者って感じだよね。女性の扱いも上手。そして場面変わるかな。ねえ瞳、15年間長かったね。小さな病室、うん、ここまで運び込んできたんでしょう。ベッドに横たわり目を固く閉ざした瞳に静かに語りかける。でもあと少しだから、うん、どんな計画を企んでいるんでしょうね。もうすぐ全てが終わるから。え、どういうこと。 To be continued。 というわけで最新話のストーリー 9-5 までお届けいたしましたが、いかがでしたか。アプリ内で更新され次第でまた続きをお届けできたらと思います。それにしても今後どうなるだろうね。もしかしたらの予測なんだけど、間の匠の目的は完全犯罪を目指しつつも、それを警察の捜査力が上回ってくれることを期待してんのかもしんないよね。でもそうだとしても虚しさは残るよね。誰も防げない事件だったとしても、佐々木ひとみが植物状態になった事実は変わらないし、ましてやこの状況を佐々木ひとみが真野に対して望んでいるとも思えないし、世の中気持ちのぶつけどころがない時に起こしてしまう事件はあるんだろうね。人生自暴自棄になってしまう瞬間は誰しもあると思うけど、このチャンネルがささやかな癒しになってくれたら幸いですと投稿前日に慌てて収録している私が申しております。そんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。